トラミナフでございます。おはようございます。今読んでいただいた箇所、特に最後の、5節から、13まで読んでもらったかな、ありがとうございます。その12で一つの話なんですけど、13節のところをお話したいんですね。それで一応その前の話を読んでいただきました。13節に目を留めながらいきたいと思います。11節の御言葉は石瀬の四個人の御言葉の土台になっている言葉ですけど、そのことも含めて今日は少しそのことにも触れてお話をしたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。いつもは最初に詩編を歌うんですが、今日は聖歌をちょっと歌わせていただきたいと思います。ああ恵みってですね、今日恵みってことも話したいので、大丈夫ですかね。はい、じゃあよろしくお願いします。それでは心から、神様に賛美をしていきましょう。ああ恵みですね。はい、罪に満てる世界、そこに住むよ人に、命得よとイエスは血潮を流しませり、アーメン。そして安らかな道をでいきます。はい
ス様、私に永遠の命与え、イエス様、私に希望与えてくれた、ありがとう、ありがとう、あなたに出会って愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ、イエス様、私に永遠の命与え、イエス様、私に希望与えてくれた、ありがとう、ありがとう、あなたに出会って愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あなたに出会って愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ、永遠
は癒された。ここに来て、ここに来て、主を褒めたたえ。ここに来て、礼拝捧げて、永遠の愛の光受け。私は癒された私は癒されたやつらかな道を賛美してればなります。私は決してあなたを捨てず離れない。あなたの愛する者からも決して離れることはない。あなたがどんなに離れていても私はあなたを離さない。そしてあなたの愛する者といつも共にいると誓います。あなたの膝を折って戦いなさい。あなたの祈りは聞かれています。自分の祈りには力がない。自分がダメだと思っている者を騙されてはいけません。私があなたと共にいる。それはあなたの祈りは香ばしい香りとなって天に届いており、私はそのあなたの祈りを通して遠く離れているあなたの愛する者に私の御手を伸ばそう。私は不可能のない神、奇跡を行う神、あなたの叫びと祈りに応える神であると主は仰せられます。このイエス・キリストの御名に権威がありまた力があると主は言われます。このイエスから目を離してはなりません。この他のことに目を奪われてはなりません。しっかりとこの主を見上げて賛美を捧げていきなさいと主は言われます。私は父なる神である。私は父なる神、私の愛は永遠であることを覚えなさい。私の愛は高く広く深い。それを具体的にあなたに表していこう。私はあなたに触れ癒しを与え解放を与え、そして具体的な助けを与えていく。衰えた膝と
腰をまっすぐにしなさい。私はあなたを癒し立たせ、そして新しい歩みを開いていこうと主は仰せられます。最後にあなたの愛を、空を見上げてあなたを広くって計り知れないあなたの愛を覚え歌う。広くって計り知れない愛を覚え歌う。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい、若々しい特別賛美をありがとうございます。また天のお父様、集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットを礼拝されているお一人一人を心から感謝いたします。長崎エルサレム教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身が牧会してくださっている日本中世界中にいるおびただしい主の民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様がお一人お一人にこの朝必要な励ましを与え、慰めを与え、語りかけを与え、神の言葉によって私の信仰を養い育んで、あなたが約束された100倍、60倍、30倍の御と祝福と勝利を具体的に見ることができるように導いてください。語る者を聞く者も減り下ります。語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待いたします。信じます。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。賛美します。礼拝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。